マットビアンコはイングランドのポップスグループ。現在はマーク・ライリー個人のバンドユニット名であり、通常のパーマネントなバンド編成とは異なる。1980年代前半にファンクとラテン音楽をミックスしたロックポップスであるファンカラティーナというジャンルを確立したブルーロンドアラ・タークというバンドがあった。ファンカラティーナはキット・クレオールザ・ココナッツやヘアカット100。 そして、ボーイ・ジョージがいた、カルチャークラブなどにより、前世となった。ブルーロンドが解散後、そのメンバーだったマーク・ライリーが、同僚のダニー・ホワイトとキト・ポンチオーニなどを誘い、そこへ、ポーランド出身のバーシアを加えて結成したのが、マット・ビアンコである。1984年にシングル、Get Out of Your Regie b e でデビューした。イギリスでチャート初登場15位となり、 ヨーロッパでもヒットした。そして、フーズサイドアーユーオンでアルバムデビューしたが、その直前にキトが脱退。したがって、初期オリジナルメンバーは、フーズサイドアーユーオンの時点で、マーク・ライリー、ダニー・ホワイト、バーシアの3人と言われる。このフーズサイドアーユーオンから、多くのシングル曲がヒットし、特に、ハーフエ A ミニットは、 サルサやサンバといった対極的なラテン音楽の要素をうまく混ぜ込んだ曲で、バーシアもこの曲をレパートリーとして、ライブで必ず歌うほどである。また、マットビアンコというネーミングは、1960年代に映画やテレビで放映された、電撃フリントや、マットヘルムシリーズ、そして、スパイ大作戦などといった、スパイ活劇のドラマに由来しており、 それらのドラマで使われていた音楽をモチーフとしたものが当初のコンセプトのベースとなっている。しかし、フーズサイドアーユーオの発売後、ダニー・ホワイトとバーシアが脱退。一人となったマーク・ライリーは同じく、ブルー・ロンドの仲間だったマーク・フィッシャーを新たな名優として、セカンドアルバム、マット・ビアンコを発表。前作に比べると、スパイモノ的な要素は影を潜めるも、前作に続きヒットした。 以降、ライリーとフィッシャーとの二人のマークとして数枚のアルバムを発表した。ドゥービーブラザーズのカバー曲、ホワットアフールビリーブスが日産、ティアナの CM に起用されたことにより、日本での知名度が上昇した。2004年にはオリジナルメンバーである3人が集結し、アルバムマッツムードを発表した。しかし2006年のコンピレーションアルバム、WAP、 ワムブギーの頃からまた二人のマークに戻って活動していたが2016年にマーク・フィッシャーが死去した。ありがとうございます。